これなんですよ、ね、こういった人たちがなんで初めの部分に入ってくるのかなと思うくらいね、なんかあの魅力はありました、初めの部分に、ねえねだからね、もう一人紹介しちゃいますね、久美ちゃんの隣にいるのがはるかちゃんっていうですね、実は第49代ミスうねめだったんです。50代にね、引き継ぎをやったばっかりみたいな、なんかこういう人たちがどんどん入ってくるとね、おじさんが急に活気づくんですよねそういったことで今日はなんか人数がいつもより多いって、いや、っていうのも自分もですけどもね、今まで出てこなかったんですけども、なんか今日は急に何の予定もなかったもんですから、ね、来てしまったわけなんです。はい、いよいよ80年の最後の曲になってしまいます。これ今度はですね、アニメのソングからですね、これこそアニメのソングですね、残酷な天使のせいで、実はあの6月に私たちのコンサートをやって、私なんかなかなかこう曲名を覚えられないものですから、残酷の天使のって言ったら下の観客の子供さんがね、てーてあのちょうどあの大喜利の菊ちゃんが先にお客様に言われたような感じだったんですけど、最後の曲聴いていただきたいと思います。残酷な天使のテーベル。